どうも、こんばんは、エンドムです。今回は、東京グールリ、インボーク、リゼ誕生日記念スペシャルガシャリバイバルということで、RE アクションが追加されたリゼ、この2体ですね、が、スペシャルガシャでリバイバルされております。僕の記憶が正しければ、左はゴールデンウィークリゼ、で、右が、誕生日かな。うん、そうだと思います。ゴールデンウィークリゼだよね、これ多分左ね。うん。じゃあ、キャラの詳細を見ていきましょう。まず無尽蔵な食欲神代リゼなんですけども、スキルの方がですね、カグネ出す前4ターンの間敵全員の攻撃力 0.5 倍、超高確率で流血状態で、カグネ出した後に、5ターンの間覚醒状態、これがあれだ、カグネ出す時のスキルですね、自身の攻撃力2倍、まあ、5ターンの間自身の攻撃力2倍で、スキルゲージの増加量2倍と、スキルがポンポン打てるよってことですね。敵前衛攻撃力 1.56 倍の8連ダメージ、2ターンの間超高確率で流血状態で、敵に流血状態を付与してる時に、まあこれはあれなんですけど、武器強化を9か10までするとプラス4ターン出血を伸ばす。で、流血状態の敵に対してダメージが2倍になる。だから実質 1.8 倍か、1.6 か、1.6 かける、スキル打った時に 1.6 かける2か。な。で、武器強化すると400アップの防御、300アップの防御の次、何これ。あ、武器耐久値か。で、プラス4で、11ということですね、合計で。火力どうなんだろうな。攻撃力は1000で、死神排水と同じと。で、次に、こっちですね。まあ、本命は多分こっちだと思います。悲劇リゼですね。100% でアタックポイントがプラス5で、15。あ、これ特攻ついてんのかな ?200 アップ、防御500アップ、HP が2000アップの、防御力ダウンを完全に防ぐ。防御力ダウンをしてくる敵いたかな、3ターンの間、味方前衛の攻撃力と防御力 1.75 倍にする、味方前衛の武器耐久値を8回復するっていうね、かなりサポートとしては、強いんですけど、まあこれレベル5だよ。レベル1の時はどうなのかな。まあ防御力 1.75 倍って言ったら、あれ誕生日最古のブレイクスキルですよね。それに加えて攻撃力まで上がると。で、武器耐久値を回復すると、武器耐久値を回復するスキルが、このリゼットフェス限投下だったかな。俺フェス限投下何気持ってないんですよね。結構フェス引いてるはずなんだけど、フェス限投下出てこないっていう、悩ましいところですけど、まあこいつが欲しいところではあります。はい。ただですね、ちょっと石がないんで274しかないんで、とりあえず今回10連だけでお願いします。いきましょう。あ、確率ちょっと見とこうか。提供割合的には 1% ですね。ピックアップ、これさ、袋とか入ってんのかな。入ってなさそう。スペシャルガシャだけど、まあ、ピックアップの時しか出てこないと。だからね、結局は、なんか最近フェスとスペシャルガシャのこう、なんていうの、差別化が始まってさ、フェスには袋出ないし、でもフェスって結構まあそこそこ強いキャラ多いし、っていう状況で、スペシャルガシャが本命になってくるのかなっていう気もしてます。だから今後、まあ、インボケフェスは月1回やるんだけど、まあ、ガチで強いキャラ、まあ、今回死神敗戦みたいに、オールとか、フルタとかが、もし強いキャラで出るとすれば、スペシャルで出てくる形になるのかなと思っちゃったりもしますね。じゃないと、みんな、インボケフェスしか引かなくなっちゃうから、まあ、そこはちょっと悪循環というか、あれですよね。行こう。さあ、SSR 出るよ。グールであることを願う。そして確率 1% 引いてくれ。まあ、1%、おい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 、それは違うだろう。2枚も入ってて SSR の操作官アモンさんじゃん。久しぶりに見たわ。 RC ポイントに行きな、お前。ざっけん。おい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 、まさかの、まさかの。はい、ということで、今回はアモンさんに好かれたガチャ結果となったんですが、そろそろね、あのアモンさん、なんだっけ、あのアモンさんのあのルート A の最後の雰囲気、あれなんだったかな、ちょっと名前が、で、堂島海だったっけ、あれ堂島海だよな、あれ、あれのアモンさん出てほしいと思うんですけど。はい、ということで今回は、リゼの誕生日ガチャ、なぜか
新しいキャラが出ずにリバイバルだったという、そのガシャを10連だけ引きました。非常にね、悲劇リゼはサポートとして優秀なんで、もしサポート系のキャラ持ってないなら引くべきなのかなと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。